やら何やら仕様が変わってくるようです。新バージョンの素材が出てくるんですよ。いかにもこうパタゴニアらしい理由があって、はい、本日ですねこちらバギーズショーツの仕様変更について、ね、お話していきたいなというふうに思います。ということで、いよいよ2023年も毎年恒例このバギーズショーツパタゴニアから出てくるんですけども、どうやら何やら仕様が変わってくるようです。で、仕様変わってくるんやと。でしかもえらい気早いなと思うじゃないですか。でも気早いぐらいがちょうどいいんですよ、 YouTuber はね。ちょっと早めに出すっていうのがちょうどいいんやけども、バギーズショーツでね、なんとこれパタゴニア50周年を迎えたわけなんですけども、このバギーズショーツ何が変わっていくんかということでね、まず昨年のモデルちょっと履いていきましょうか。一回ね、はい、とまあこんな感じでね、これ昨年モデルのバギーズショーツ、サイズは S サイズですね。 S サイズでこうやって着用はさせていただいてるんですけど、今年からねまず何が変わっていくんかっていうのをパンパンパンってお伝えしていきますね。何が変わっていくかというと、新バージョンの素材が出てくるんですよ。で、今までの素材とはまた違う素材がまず一つ目出てきますよと。で、二つ目っていうのが値段また変わりますよっていうことと、三つ目っていうのは新しく聞くワードがあるんですよ。コットンインコンバージョンっていう名前があってね、はい、わけわからんですよね。それはご安心ください。こちらのペシャクチャ大魔王がお話しさせていただきますので、安心して聞いていただければなということで、まあ、大きく分けるとこの仕様の3つで、まあ、それがどれぐらいあの機能性が変わってくるのっていうところもねお話ししてサクッと終わりたいなと思います。またバギーズはバギーズで購入してお話ししようとは思ってるんですけども、まず1つ目でね、このバギーズショーツの素材が変わるってことはどういうことかというと、今までこの素材っていうのはポリエステル、リサイクルのポリエステルで使われてたんですよ。で、あ、そんなこと言うてたなと。これもそうですよね。リサイクルのなんかこの漁師のなんかとか言って、ここに書いてあるけどね、漁師の網を再利用して作ってます、だからワッペンなんかつけさせていただきましたなんて言ってたと思うんですけども、それがですねこのシリーズはあるんですよ。このシリーズともう一個シリーズが新しく出てきて、何かというとそれがコットンなんですね。コットンバージョンのバギーズショーツが出てくるっていうのと、あともちろん今までの化繊ポリエステルのバギーズショーツも出てくると。で、あ、そうなんやと。じゃあ今までのは今までであるねんな。そうなんです、今までのは今まであるんですけど、その新しいバージョンのコットンっていうのがいかにもパタゴニアらしい理由でね出てきてはいてるんですけども、その前に皆さん気になるのは、そう、お値段ですよね。さあ、いくらかかってるのか。それは新しいのを作るのはええんやけど、それ安なるんやったら僕買うけども、高なるんやったら買いませんよって思ってると思うんですけども、じゃあまずこの値段の方がですね、僕今までバギーズショーツで確か7200円とかでね、一昨年買ってたと思うんですよ。で、去年が7000円後半とかぐらいになったと思うんやけど、今年からなんと8250円ということで、多分確か今年から値上がりしてんちゃうかなと思います、2023からね。だからまあこれはね、もうバンバン値上がりしてるでしょ。僕この間ね、コンビニでね、パーってお菓子コーナー見てたんですよ。ダイエットしてるからお菓子食べられへんねんけど、見たいじゃないですか。パーって見とったら、チロールチョコであのちっちゃいチョコあるでしょ。あれがね、なんとコンビニで40円で売ってたんですよ。今もチロールチョコ40円の時代なんと思ってね。僕らの時なんか、ほんまあんなもん20円とか、なんか10円台とかでなんか買ったような気しません？覚えてないけどもね。だけど今もう40円くらいコンビニでは高鳴ってるっていうぐらい、まあバンバン今値上げしてるんですよね。で、そのコットンの方。じゃあコットンの方はどれぐらいの値段なんのというと、化繊のこっちの方が8250円。税込みですよ。で、コットンの方はどうなるかというと、なんと、14,500円。はい、値段高くなったから僕買いませんっていう方もいらっしゃると思うんですけどね、それは いかにもこうパタゴニアらしい理由があって、何なんかっていうと、またね写真とかは出てないんですけども、コットンインコンバージョンっていうのを採用していくというふうに言ってるんですね。で、コットンインコンバージョンって何の話をしてるんかっていうことなんだけども、なんかコットンでもわけわからん名前なんかなと思うじゃないですか。じゃなくてね、それはパタゴニアって言ったらね、なんかいつもオーガニックコットンとかね、なんかそんな話してるんやけど、それの、まあ、練習生みたいなもんやと思ってください。またオーガニックコットンまでいけてないけど、僕いずれオーガニックコットンに行きたいんですっていう、こう練習生レベルの子たちを採用していくんだということで、じゃあなんで値段が上がっていくのっていうこともあるんやけども、まあ、そういったことでコットンを採用していく。で、コットンも普通のコットンじゃなくて、いずれオーガニックコットンになるんやけども、オーガニックコットンって、あ、すいません先生、僕オーガニックコットンなりたいですって言ってもね、すぐなれないんですよ。で、なんでなんかって言うとね、おいお前んとこの畑でコットン作ってたけど、今まで農薬使ってたやろと、薬バンバン撒いとったやろと、ほんなもう土に薬染みついたあるがなって言って、そんなもんお前オーガニックコットンの申請出せるかいう話になるので、3年間は薬使わんといてねと。で、その間っていうのはオーガニックコットンっていうのを名乗らんといてくださいと。で、その3年過ぎてからやったら、あんたオーガニックコットンって言っても、まあまあまあ許したろうかと。言うたら、まあ、ジャイアンツでいうとこの3軍みたいなもんかな。ここで結果出したら一応ジャイアンツのプロ野球に入るけど、育成選手やからまだ支配下登録は俺はできひんよっていう状態なのがコットンインコーバージョンっていう名前なんですよ。だからコットンから移行してる
コンバージョン移行してる状態ということで、コットンからオーガニックコットンに移行してる状態なんから、コットンインコンバージョンを採用してる。要はそこって一番諦めやすいじゃないですか。あのオーガニックコットンに慣れてたらもうあのオーガニックコットンで歌えんねんけども、まだオーガニックコットンじゃなくてこれからなっていくんですよと。ただでも3年間全くもうできひんってなったら困るじゃないですか。だからそういうところにパタゴニアは目をつけて、オーガニックコットンはオーガニックコットンでもうブランド化されてるから、もうみんな聞いたらなんとなく、あ、環境にいいんやろうなって分かるけど、これから環境にいいことしようとしてるところを守っていきたいっていうことで、コットインコンバージョンっていう支配下登録の選手たちを雇っていくんだということでね、コットインコンバージョンが採用されているということなんですよ。だからこれでコットインコンバージョン分かりますね。要は支配下登録されてる選手ではないということで、育成選手だと思っていただければね、あ、なるほど、そういう意図を使ってるんやと。だからそいつらもいずれは育成からオーガニックコットに、這い上がっていきます。でそういうのをまあ採用していきますよということなんで、まあ、環境にもね配慮している企業をさらにどんどんピックアップして、そういう記事を使っていきますって言ってるのが、パタゴニアなんですけども、またこれも難しいところがあってね、まあ、環境に配慮するって話だけで言うとね、コットンボールから糸にする過程ってめちゃくちゃ水使うんですよ。で水も使うし、まあ、染色とかやったらもっと水使っていくっていうことで、それやったら河川の方がこういうポリとかの方が環境に優しいんちゃうかなって思ったりすることもあったりするんですけども、まあ、それはね、パタゴニアの考え方で、オーガニックコットンになるような記事を採用していくということなんで、一応オーガニックコットンではないんですよ。育成選手と思っていただければいいと思うんですけど、じゃあその機能がね、このパタゴニアといえばこう軽くて水陸両用で、そして旅行とかにも持っていきやすい、乾きも早いということで、それがじゃあこのコットンインコンバージョンにあるんかというと、素材だけで判断するとですね、機能性だけで言うとおそらくこの今までの従来の8250円のポリエステル、リサイクルポリエステルの方が機能性はあると思います。っていうのもこのねポリエステルって全く汗吸わないんですよ。だからまあ乾きが早いっていう言い方はいい言い方やだけど、逆を言うと汗を吸わないっていうねデメリットがあるんですよ。でも例えばね、まあ、僕今これ作ってるんだけど、コットンと和紙で作ってるんだけど、こういうコットンのってちゃんと汗吸ってくれるんですよね。ただその代わり乾きはやっぱり遅いんですよね。っていうところで、まあ、どっちを取るかっていうところもあるんやけども、速乾性っていう部分で見ると明らかにこの河川の方が水回りで使うとかやったらね優れてるかなと思いますし、あとコットンの方とかで言うとやっぱり吸収性がいいので、まあ、蒸れにくい、汗とかかいても蒸れにくい、しっかりこう吸収、水を吸収してくる、汗を吸収してくるので蒸れにくさがあるっていう、まあ、それとも両方ともね一長一短もあったりするんですけども、まあ、その辺が違いになってくるかなと思います。まあ、実際問題ね、仕上がってみてそのコットンインコンバージョンがどれぐらいの風合いが出てて、あ、ほんまにこれってオーガニックコットンに近づいていってるよなって肌で触って分かるかどうかって言われたら多分僕は分からんと思うんですけども、まあ、一回買ってみるのはねそこも分からないんで、まあ、とりあえず仕様は変更されてますよというところをね先にお伝えしてきました。で今後これで購入していってやっぱりそうでしょうっていうかもしれんし、いやちょっと見くびってましたわと、ちょっとパタゴニアさん、まあ、申し訳ないですって言うかもしれないんですけども、まあ、その辺はちょっとどうなるか分かりませんけどもね、まあ今後も楽しみにしていきたいなということでね、本日はバギーズショーツがどうやら仕様変更してくるぞというお話をねさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。